今回は、がんと戦う私の友人に捧ぐ名言をお届けします。決して屈するな。決して、決して、決して。ウィンストン・チャーチル。私たちは多くの敗北に出くわすでしょう。でも、打ち負かされてはいけないのです。マヤ・アンジェロー。必要なことはただ一つ、できると信じることだ。アンソニー・ロビンズ。神様は私たちに成功してほしいなんて思っていません。ただ、挑戦することを望んでいるだけよ。マザー・テレサ。人を信じよ、しかし、その100倍も自らを信じよ。手塚治虫。自分で自分を諦めなければ、人生に負けはない。斉藤茂太。人生はいいことも悪いことも連れ立ってやってきます。不幸が続けば不安になり、気が弱くなるのです。でも、そこで運命に負けず勇気を出して、不運や不幸に立ち向かってほしいのです。瀬戸内寂聴。私たちの務めは成功ではない。失敗にも負けずさらに進むことである。スティーブンソン。尊敬すべき幸福な人は、逆境にいても、つまらぬことはくよくよせず、心配しても始まらないことは心配せず、自分の力のないことは天に任せて、自分の心がけを良くし、根本から再生の努力をする人である。武者の小路実篤。虹を見たければ、ちょっとやそっとの雨は我慢しなくちゃ。ドリー・パートン。逆風は嫌いではなく、ありがたい。どんなことも、逆風がなければ次のステップに行けないから。イチロー。自分もいつかは死ぬ。それを思い出すことは、失うものなど何もないということを気づかせてくれる最善の方法です。スティーブ・ジョブズ。希望があるところに人生もある。希望が新しい勇気をもたらし、強い気持ちにしてくれる。アンネ・フランク。逃げない、晴れ晴れと立ち向かう、それが僕のモットーだ。岡本太郎。笑顔には、人の心を明るく、柔和で好意的にさせてくれる偉大な力があります。従って常に笑顔を心がける人の未来は、ポジティブに飛躍するようになるのです。ジョセフ・マーフィー。雲の向こうはいつも青空。ルイーザ・メイ・オルコット。人間は弱いようで、強い生き物なんです。斉藤茂太。自分を元気づける一番良い方法は、誰か他の人を元気づけてあげることだ。マーク・トウェイン。明るい方へ明るい方へ。金子みすず。いいですか、いくらのろくても構いませんよ。大切なことはね、いつでも前を向いて、自分の足で、自分の道を歩くことですよ。相田みつを。今回は、がんと戦う私の友人に捧ぐ名言をお届けしました。本動画は、私の同僚でもあり友人でもある YH さんのために急遽編集したものです。先ほど、その友人から、がんと戦うことになったと連絡がありました。がんとの戦いに勝利し、また、一緒に笑顔で飲みに行けることを心から祈っています。頑張れ YH さん。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。